あれ、これは全く初めてじゃないかな。ソリッドウーブン耐久撥水パデットフーディ2900円。あとはベロア系の、あれこれ、これなんか初めて見ない、ベルベットオーバーシャツ1900円。お、あとこれも初めて見る気がしますね。あ、これはスノーモデル入ってるの初めて見ました。あ、これは多分他のお店で入ってないですね。あとこれも限られた店舗でしかまだ入ってないですね。今期の防水シリーズの、新作のバッグです。皆さんこんにちは。さっさっさと情報がよくわかるサギーチャンネルへようこそ。ワークマン社外取締役のサギーです。今日はですね、山形県の米沢にオープンするワークマン女子米沢店の店内レポをやっていきたいと思います。山形初出店のワークマン女子というところで期待が高まるところでございます。それではいろいろ秋冬模様をチェックしていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。10月24日の木曜日オープンというところで、私は前日ちょっと入らせていただいているので、ちょっとまだ中ね、段ボールがあったり棚を作っているところがあるんですけれども、かなり店内本当に広いですね。最近のワークマン女子ならではの広さです。で、真ん中から右側がどちらかというとメンズのもので、真ん中にキッズがあって、左側にレディースのねものが揃っているといった形になってます。もう子供のもね、今期は本当にたくさん増えているので、このあたりもね、お揃いのねコーデができるアイテムも揃っています。お、レザーアイテムは多分まだ他のワークマン女子では入ってないものだったりしますね。このあたりはやっぱり新店ならではでしょうか。シンセティックレザーリブブルゾン2900円。今期ね、フェイクレザーのウェアが本当にたくさん出てて、これね、ちょっとなんか立ち上がってる感じのデザイン。この色味もね、ちょっとグレーなんだけど、ちょっと特殊なグレー。ブラックは定番でかっこいいしね。あと襟違いもありますね。こっちがシンセティックレザーカーコート2900円でございます。ここになんか雨の日コーナーができてますね。これとかも実際なんか全然レインウェア感はないんですが、実はレインウェア、フューチャーテックのウールライクレインコート3900円。これね、中に着ているかのようですけど、これ襟とこの身頃が実はくっついているデザインになっております。なんかね、2着買えてお得な感もあるけども、これ全然本当にレインウェアって感じしないけど、なんかおしゃれな、ちょっとねレトロな雰囲気も漂う感じのウェアで、これは多分まだあまり新店にしか入ってないかなという感じです。あとレインパンツとか、これもウールライクのレインジャケットでございます。こちら1000円安い2900円。こっちはいわゆるここに重ね着してない感じですね。結構雨の日以外にも風を遮ってレインウェアって着られるんで、本当に普通に上着としてね着てもらってもいいんじゃないかなと思います。お、あとこのあたりもワークマン女子限定のメンズアイテムですね。ドライバーズニット2500円。今季本当にね、ドライバーズニット系も充実してて、でワークマンならではのこういうニットなんだけど、ちゃんとポケットがついてるよってあたりがねポイントですね。はい、あと大定番の、エアロスレッチのウォームスラックス1900円とか、ウォームクライミングパンツ1900円。このあたりはもうね、大定番の人気商品ですね。そしてこのモヘアタッチクルーカーディガン1900円。これがね、この秋冬新作ですね。アクリルとポリエステルで入ってるんですが、ざっくりとしたねこの風合いがすごく気持ちよくて、着やすい一枚じゃないでしょうか。あれ、これはなんか他の店舗でも入ってない気がする。モヘアタッチ V ネックカーディガン1900円。ちょっとまたこっちのニットとは触り心地が違う感じですね。すごい伸びる系の生地だわ。そして我が家の夫の浜さんが愛してやまないタックテーパードパンツ2500円も、柄もね、柄もいろいろあって取り揃えております。本当にきれいめに履けるパンツ、お探しの方非常におすすめです。はい、あとこちら生地違いタックワイドツイルパンツでございます。1900円。これもね、なんか一見するとちょっと起毛してて
ウールっぽい素材ですがポリエステルでできております。今期のワークマンは本当に切れ目系のメンズのパンツ出てるので要注目ですね。あとオーバーサイズニットベスト1500円とか、あと V ネックのねワイドフィットカーディガン1900円です。このあたりはスーツ系もね充実しておりますね。はい、あと今こちらは山形というところで、東北というところですぐですねまた寒さがやってくるんじゃないかなと思いますが、今期新作のリペアテックアライルフュージョンダウンアーバンフーディ3900円、こちらもいいですよね。中綿がダウンとフェザーの天然素材が 40% と化学繊維の高機能綿が 60% 入ってます。すごくね色味がいいですよね。このカーキとこっちのベージュ系とそしてブラックの展開になっております。あとはベロア系の、あれこれこれなんか初めて見ない、ベルベットオーバーシャツ1900円、なんかこのボタンもすごくワークマンらしからぬ感じで珍しいですね。あとはトラックパンツ、ベロアトラックストレートパンツ1900円とか、お、あとこれも初めて見る気がしますね、ミラノリブセーター1900円です。あ、これちゃんとポリエステル90の毛が 10% 入ってるんですね。あ、なんかなんだろう、ちょっと 厚手のもっちりとした感じの生地感の結構きれいめに着れそうな、ね、ニットですね。お、あとブロックライナーシャツジャケットとブロックライナーカーディガン、これも多分ブロックがついていないタイプは結構定番商品としていろんな店舗で見てますけど、このブロックフリースがついてあったかいバージョンはまだ他の店舗で入っていないような気がしますね。まあ、定番で着やすい、着回しやすい、こっちがシャツタイプです。え、パンツもあるのこのシリーズで。パンツがですねブロックライナーイージーパンツ1900円でございます。あとは、カバーオールとかこの辺コーデュロイ系のアイテムですね。ウォームシールドフリースワイドパンツ1900円、これは私去年履きましたけど、なんかねストンと落ちる感じのあのワイドなパンツですごくね女性でも可愛く着られました。あとなんといってもねお安いのはこれですよね、うちの浜さんも大好きなコーデュロイイージーパンツ、しかも値段も可愛い1500円でございます。なんだかんだでねすごく冬の白とかねあのどうしても色味が重くなっちゃうんで白いパンツ持っておくとすごい便利だよねなんて話をちょうどこの間ね浜さんとしてましたね。こちらもきれいめ系のシャツから、ソロテックスのバッグインレインコート3900円ですね。結構ビジネスでもね使えるアイテムも揃っております。この辺は結構、ワイドチのパンツとか 4D 超撥水のパンツ系ですね。そして時期的にもトレッキングとかね山登りもすごく涼しくなっていい時期じゃないでしょうか。これ特にプレミアム超撥水ソフトシェルトレックフーディ2900円はもう世界最高レベルの撥水の薬剤メーカーさんと組んで作ったあのウェアになってて、本当に水をねすっごい弾くというそんなこれですね、いろんな銃の機能があるというものになります。ちなみにパンツもありましてソフトシェルトレックパンツも2900円です。あとねシェルジャケットとかもありますね。この辺は防水系のウェアですね、ホンダの二輪デザイナーさんが監修したウェアであるとか、あれこれ、あ、これがねトラベルシェルのやつですね、これ1900円なんですよね、安い、防水です。このあたりキャンプ系もございます、私のコットンキャンパーもあります。はい、あと毛玉になりにくいスウェットジャケット1900円ですね。このあたりも今期ね本当このこういうデザインのねジャケット多くなってますね。で毛玉になりにくいスウェットパンツも1900円、あとねこういうメルトンとひょうたんキルトのリバーシブルスタジアムジャンパー3900円、これねあのリバーシブルで着られます。今季は本当にスウェードタイプもねかなり充実してますよね。スウェードタッチストレッチプルフーディ1900円、柔らかい素材がね気持ちよいし、あとこっちはリブジャケットのタイプですね、同じスウェードタッチ素材でもちょっと形を変えてねいろいろシャツとかも出てます。
カーディガンもね、本当にいろんな種類が増えましたよね。ふんわりワッフルカーディガン、これなんて1280円です。お安い。はい、あとふんわり感が気持ちいいダブルフェイスビッグシルエットプルフーディーも1280円でございます。フードのねタイプもあります。はい、あとモコモコ感が気持ちいいストレッチフリースノーカラージャケット1500円。これ本当にね伸びるフリースなんでおうち時間なんかにもねすごくぴったりな1枚です。クレイジーカラーの他にこういう単色のねデザインのものもあります。あとはスフレジャガードプルオーバー1500円。まあ、こうニットのように見えますが実はあのプルオーバーというね扱いも楽ですよねこういうのね。あれこれは全く初めてじゃないかな。ソリッドウーブン耐久撥水パデットフーディ2900円。あのワグマンの2900円シリーズ去年もあったすごく人気だったんですけど今季はデザインとか柄があのより街に馴染むシンプルなデザインになって生まれ変わっているっていう感じですかね。耐久撥水の、 あの水をはじくね機能もつきつつこれかなりもっちり中綿 もっちりですね。すごいたくさん入っている感じ。シンプルなデザインなんでワークマンとバレたくない方にもいいと思います。そしてこちらもお初ですね、ミルパデットオーバーベスト2900円でございます。これね M サイズなんですけどかなりビッグシルエットですね。横幅もかなり大きいのでちょっと大きめにダボっと着る感じのベストなのかな。ちなみにこれの、ジャケットもありましてミルパデットオーバージャケット3500円でございます。これもこれですごい着やすそうだねシンプルでね。はい、あとボアフリースカーディガン980円とかこのあたりフリース系いろいろ揃ってますね。もう大定番のダイヤフリースの裏アルミジャケットも1900円です。あとはストレッチフリースのノーカラーベストこちらも980円というお安さ。あと今季新作のもっちりパイルフルジップフーディ1900円。もうすごくねもっちりもっちりレディースのねあのウェアでよくこうになりますけどメンズでも初登場でございます。あれこのパーカーってあったっけ。ヘビーウェイト裏肝フーディ1900円。なんかまだあんまり他の店舗でこれはこのシンプルな感じなんだけど入ってなかったような気がします。裏起毛ですね。裏起毛ででもすごくベーシックな生地を使っている感じのなんか今まで結構ワークマンのってやっぱどっかスポーツ寄りだったりしたフーディーが多かったんですけどこれは本当にまあごく普通のすごくコーディネートしやすい。でもこういう金具とかの部分はちょっとなんかこだわり持ってる感じですよね。これがちょっとプラスチックだと安くっぽくなるけどこういうところとかさちょっと細かい部分にもこだわりのあるフーディーじゃないでしょうか。グレーとかねすごいめっちゃ使いやすそうでいいな。はい、そしてこちらが X シェルターのシリーズのところでございます。 X シェルターシリーズは本当に着る断熱材と呼ばれていてですねあの洋服の内部の温度を快適なだいたい30度ぐらいのね温度にしっかり保ってくれるというウェアになっております。そんなに他のウェアに比べるとモコモコ中綿が入ってるわけではないんだけどそれでもちゃんとあったかいって感じるのがすごいんだよね。これが X シェルター断熱防水防寒ジャケット5800円です。ちゃんとこれは本当にレインウェアなので耐水圧も1万5000の糖質度が3万もあるんですごくね蒸れにくいジャケットになってますね。ベージュとブラックとかも可愛いしブラック一色もいいね。でこの X シェルターシリーズのベストとか長袖ジャケットあとパンツも出ております。長袖バージョンが3900円です。さっきの防水ジャケットと比べるとあの防水じゃないんで生地感の触り心地柔らかくて気持ちいいですね。値段もその分お安めになってます。あとパンツね、パンツの方はXシェルターのパンツが2900円、そしてベストは2900円でございます。この間ねキャンプの時に実際にこれ着てみたんですけど普通なんかベストとかも
いろいろ動いてたりすると中すごく暑くなる感じが、なんか意外とやっぱりちょうどいい感じに中を保ってくれるのか、汗をかくとかいう感じも全然なくてね、あ、やっぱりこれが快適っていうことなのかと思いながら試着してね、本当に1日着てみて思った感想でした。そしてこちら、リペアテックのフュージョンダウンフーディーですね。もう大定番のものになりますが、こちらもダウンとフェザーの天然素材が 40%、 他 60% が高機能の化学繊維の綿が入ってます。このあたりも本当に冬になるとね、大定番のシリーズですので、ぜひぜひチェックを。やっぱり季節のね、今初めの方に買っておかないとサイズとかカラーなくなってきますんで、早めにね、あるうちがおすすめです。あとですね、定番のパーカーというところでいうと、これ結構本当今季すごいいいなと思ってて、ミドルウェイト裏系フルジップフーディーです。1500円でございます。これも下までジップのあるタイプになってて、やっぱり今までのってちょっとどこかスポーツテイストなのがあったんだけど、これはもう本当普段のコーディネートに取り入れやすい感じで、こっちは裏起毛ではないので、結構私なんか暑くなりすぎちゃうんで裏起毛若干苦手なんですけど、裏起毛じゃない良さっていうのはありますよね。しかもいろいろね、やっぱこういう金具のところとかこだわりありつつ安っぽく見えないんだけど、1500円、素晴らしいです。そしてそれのパンツも出ております。パンツが1280円で、あとこういうねトレーナータイプ、トレーナーが1280円になっております。あとこの辺りはね、スポーツ系のウェアですかね。あと腰を楽にするパンツというところで、 X ブースターシリーズのパンツも置いてあります。これはシリーズもね、1900円というお値段の安さでございます。はい、あとこの辺もスポーツ系ですね。ちょっとね、寒くなってくるから、こういうふんわり中綿がね入ってるタイプのモックネックなんかもいいんじゃないでしょうか。わわ、これもまだあんまり他の店舗さん入ってないですね。ダブル吸湿発熱敷きパッドネオというところで、夏もあのちょっと冷感素材のね、接触冷感の敷きパッドが出てたんですが、あったかい新ホッとする敷きパッドシングルがなんと1780円、めちゃくちゃ安い。あとね、セミダブルもありますね。セミダブルの方は1900円、220円しか違いがねないという感じですね。お、あとメンズのね、こういうあったか下着系もいろいろ入ってますんで、ちょっと寒くなってきたらね、こういうのあるといいですね。上下セットで1500円って本当めちゃくちゃ安いですよね。ちょうどうちの長男がめちゃくちゃ背が伸びてきてしまったので、これ買って帰ろうかな、日だまりのルームウェアを。はい、あとこの辺り下着系ですね。大人気のメリノウールの下着であるとか、メリノウールの靴下、ふわっと暖かい綿を使ったサーモコットンシリーズ、ボアインナーのヒートアシストシリーズ、あとはボクサーパンツなどなど、本当に、ね、あれ、ワークマンでヘインズって取り扱いあったっけ、初めて見るような気がします。ヘインズの2枚組の T シャツ980円です。お安い。あとね、靴下系もかなり取り揃えあるんで、ワークマンどうしても上は目立ちがちですが、実際はこういうね靴下とか本当に下着類もお値段お安く出ております。お、この辺りはあれですね、コラントッテさんとのコラボの磁気ネックレスとかもね、かなり豊富に揃ってますね。そういえば私最近本当にさ、腰痛がすごいんですよね。なかなかこの間なんかこういうのもワークマンによっては取り揃えのある店舗とない店舗あるんですけど、ここめちゃくちゃ揃ってて、これ買えばよかったな、私アマゾンでなんか2000ぐらいの買っちゃったんですよね。こういうなんか超薄型の骨盤ベルト、なんかちょっと腰を支えてくれる系の、これ1500円とかさ、あとさらに腰を広く、腰にフィットして広く支えるタイプとかだと2900円とか、本当にいろいろね、体のサポーターグッズもねあるんで、チェックしてもらったらと思います。あと疲労軽減のルームウェアね、これはね、あの一般医療機器に認定されているものになります。なんか磁気の力ですごい疲労軽減、血行促進とかねやってくれるメディヒールシリーズです。これね、レディースもあるんで、ちょっと最近疲れるななんていう方はこういうね機能性ウェア使ってもらうのもいいですね。はい、
あと真冬になったらやっぱりこれですよね。エアロストレッチのアルティメットフーデッドパーカー4900円。もうしっかり中綿が入っていて、裏側裏アルミで、もうワークマンの中のアウターだと一番あったかいんじゃないかな。ちょっとね、もしかしたらもう関東ではそこまで寒くなることないからどうかなとも思う。まあでも中に半袖 T シャツ着たいんだよって方にはいいけど、ただね、東北の方はやっぱり寒さが厳しいと思うんで、やっぱりこの辺りもサイズとかね、からなくなる前に早めの時期にね購入しておくこと、とってもおすすめします。あとこの辺りも毎年大定番ですよね、ディアマジックダイレクトの防風防寒ジャンパー3900円とか、あとキャンプの時にいいフレームテックのアラエルフュージョンダウンモンスターパーカー4900円。キノコが飛んでも燃え広がりにくいタイプです。あ、これはこの間おしゃれ兄貴と一緒にこれを、あの製品開発部のですね、おしゃれ兄貴という兄貴です、本当おしゃれな兄貴がいるんですけれども、ご紹介していただいた MA2 タイプのユーティリティウォームジャケット3500円、これは本当に入荷したての商品ですね。そろそろ他の店舗にも入荷されるって言ってたんだけど、これね結構かっこよく着られる1枚で、なんでこれが3500円でできてしまうのかっていうね、うん、いやこれはね高級感もあってすごくおすすめです。あと今日私、神奈川の方から山形まで出張に来たんですが、なんか寒かったら嫌なんだけど、あんまり新幹線の移動だから荷物かさばると嫌だなと思って、そういう時こういうやっぱりねライトダウンのジャケットがあるとすごく便利でした。あの長袖のね、これこのカラーかな、これをまさに着てきたんですよね。このぐらいのサイズのその収納袋に入ってしまうので、暑い時はこれにしまってバッグに入れておいて、寒いなと思ったらさっと羽織れるんでね、すごくいいです。なんか余談ですが、今日泊まったホテルがなんか個別の冷暖房がついてなくて、今の季節なんかその冷房にする、全館で冷房にするか暖房にするかしかないっていうところで、季節がなんか中途半端なので今暖房も何もないんですって言われたら、ホテルの中がめっちゃ寒かったというね、そんな時にも、まあ、ライトダウンジャケットがいいよっていう話でした、はい。あとはこの辺りはウィンドコア あのこういうね外付けのバッテリー4900円のバッテリーとつないでいただくと、服の内部のヒーターが暖かくなって、暖かく過ごせるというウェアのシリーズになってます。本当にいろんなねベストであったりパーカータイプだったりダウンジャケットみたいなねタイプもいろいろあるので、あと今季はこのねちょっと反転みたいな感じのもねすごく可愛いんですよね。反転系のあったかくなるウェアでございます。4900円。あ、これあとあれですね、 X シェルターの断熱イージスプレミアム防水防寒スーツ9800円。 X シェルターの着る断熱材シリーズの上下セットのさらに防水、でも上下セットで9800円だったら安いよね、むしろ。あ、これはスノーモデル入ってるの初めて見ました。イージスのこちら防水防寒スーツで、まあ青はアスレモデルとか、あと釣りモデルとかね、バイクモデルとかいろいろあるんですが、このスノーモデル、雪山で活躍するシリーズの上下セット4900円、めちゃくちゃ安くて、でこれは多分まだやっぱり他の店舗でスノーモデルに関しては入ってなかったと思います。やっぱりここ新店で時期も時期だから入ってるってことかな。ちょっと今年からスキースノボやりたいななんていう方、特にちょっと私世代のねお子さんがようやくなんかちょっと雪遊びとか興味持ったんだけど、大人の上はお金かけたくないななんて方は上下セット4900円、めちゃくちゃお買い得でございます。あとは、防水のイージス防水防寒サーマルジャケットとかね、あと毎年大人気のイージスのフュージョンダウンジャケット6800円、防水です。ダウンジャケットなのに防水で、ダウンとフェザーの天然素材が 40%60% が化学繊維綿です。デザインもかっこいいですね。イナレムシリーズですね、イナレムの高機能な防水系のウェアですね。あとはマシュマロレインも、これもねすごく気持ちいいです。バズヒートシリーズのマシュマロカーディガン、2900円。これねすごい、これも防水感ないんだけどちゃんと防水で、なんかボタンとかも馴染む感じがすごいねおしゃれで、
で中綿もしっかり入ってて、ふわ内側が特にマシュマロのようなねふわふわした触り心地と、このシリーズ大好きです。コートタイプもあります。コートタイプは5800円です。はい、じゃあ次はレディースのコーナーを見ていきたいと思います。あ、これ他の店舗で売り切れてた高反水シェルワンピースコートのグレージュがありますね。3900円。このシリーズがねやっぱり去年から SNS ですごい人気で、ワンピースとしても着られるし、前を開けてなんかコートみたいな感じでね羽織系のものとしても使える1枚で、今季の新色は特にこのグレージュで人気が非常にあるので、他の店舗さんなんだと売り切れているものがやっぱり新店だとねあったりしますね。あとなんだかんだでこれがすごい売れるんですよね。レディースのウォームクライミングパンツ2900円。ウエストゴムで楽々、動きやすさもあるんだけど、なんかジャージみたいにダボっとしてる感じでもなく、そしてこれウォームタイプなんでしっかりあのね、中綿も入ってて暖かいという大人気のパンツです。あとはウィーモーションのパンツももうちょっとね秋冬バージョンというところで、シンプルなあのパンツが欲しいんだよって方おすすめです。中ふんわり裏肝になってます。はい、あとはリラックス系のウェアとか、あとこれもですねレディース向けの X シェルターが、レディースは今回これ一つ出ております。 X シェルター断熱防水ウォームアウター4900円ね。これしっかりあの丈感も長いのでお尻まですっぽり隠して暖かい1枚です。あとはエグゼウォームアウター1900円、エグゼウォームパンツとか、あとスウェードライクフレアパンツね。これねここウエスト高さがあるのがなんかちょっと可愛いで、レディース向けだけあって、あのメンズの方もスウェードライクのね今季いろいろ入ってますが、ちょっと色味が強いんですが、レディースの方はこういう柔らかいピンクとかベージュ、カーキ、グレーっていうね使いやすいカラーで、こっちのブルゾンの方もすごい可愛いですよね。1900円です。そしてモコモコのダイヤフリースシリーズです。ダイヤフリースフルオーバー1500円。パープルとかもすごい可愛いな、おうち時間にすごく良さそう。あとはこれ今季新作の、湯たんぽでございます。湯たんぽでこれなんかあのいわゆる水枕みたいなねそういう柔らかい素材のものが入っていて、これが線になってます。ここ回すとキュポって取れるんで、中にお湯入れてもらえると湯たんぽとして使えるもの、なんと499円、安いで、もう一個大きいサイズになると780円です。ちょっとねあのいろいろ一人でエアコンとか使うのも暖房費のね節約とかしたいっていうと、やっぱり湯たんぽすごくいいですよね。あとはこういうパッカブルブランケット、袋がまず可愛いですね。これが980円。あとはウラアルミのレクオーマ、こちらもこれすごい、わこれなんかちゃんとブラックアルミになってるからめちゃくちゃあったかそうですね。あとはフルフットカバーというところ、これ新作です。すごいね、太もものあたりから足先まで、しかもこうギュッと足も出せるし足の先まで入れられるしの2パターンになってるんですね。こちらが900、こんなに布地があってそんないろいろやったって980円なんだね、すごい。あとなんだかんだでもうほんと毎年売れてて、毎年微妙にあの色味が変わっているダイヤフリースカーディガン1900円です。きれいめに見えるフリースってすごくいいですよね。なんかオフィスとかであの仕事中ちょっと1枚羽織として着るにもねすごくあったかくていいと思います。あこれも可愛いね、モールケーブルプルオーバー1500円。素材がポリエステルとポリウレタン、あじゃあポリウレタン入ってるってことはストレッチ性があるってことかな。なんかやっぱりニットとかだとモコモコしすぎる、でも程よくちょっとあったかみのある素材感がいいなっていうと、あこれなんか結構着やすそうだね。あと多分前と後ろで丈感も変えてあって背中がなんか出づらいね。今季結構あの短い丈のが流行ってるんで、ちょっと前短くでもウエストにタックインするにはちょっとお腹ぽっこり気になるって方も、これ前短いんでそのままスッと着てもらえればいいと思うんで、これいいな、かわいいかわいい。ボアフリースカーディガン1500円も、これはねレディースモデルなんでより柔らかく可愛らしいようなねそんなシルエットになってますね。あ
あとこれも多分他の店舗でまだ入ってないんじゃないかな。デタッチャブルボアスタンドジャケット2900円です。これ袖が取り外してベストにもなります。で、子供の、ね、モデルの方はもうね、キッズモデルの方は販売してたんですけど、レディースの販売はなんか今年まだ初めてこちらの店舗で見た気がします。はい、あとは撥水のシーンレスギャザーブラウス1780円。これ後ろにね寄ってるギャザーとかね、すごい可愛いんですよね。あとはシーンレスタックパンツですね。春夏にもこういうタイプのタックパンツ、切れ目パンツ出てましたが、秋冬用にちょっと生地がね、あのしっかりと厚手になっていて、秋から冬にかけてすごく使えるパンツじゃないかなと思います。あとは切れ目系なんだけどめっちゃあったかく過ごしたいんだよねって方は、このレイウォームテーパードパンツ2300円いいですね。これウエストからつながって、実はずっと裏側にですね、もう1枚、まあ、タイツを履いてるような感覚ですね。こんな感じで、普通はまあタイツを別履きで履く感じがくっついてます。くっついてるんで、裾からね入ってくる感じもないし、タイツのあのペタッと貼り付く感じが苦手だけど寒いのは嫌っていう方にね、すごくおすすめのあったか系きれいめパンツのシリーズでございます。お、あとこれもなんか初めて見る気がしますね。ソロテックス仕様のクルーネック1900円です。これはレイヨンとポリエステルとナイロンと複合繊維が入ってるの、なんかいろんな素材入ってるね。ちょっとここにうっすらなんだろう、ステッチが入っている感じで、お上品な感じの、でも触り心地めっちゃいいね。ちょっと高見えする光沢感のあるようなニットでございます。でもこれちゃんとソロテックス使ってるから自宅で洗えるし、あと型崩れもねしにくくなってますね。あとはこういうちょっとラベンダーっぽいカラーとか、ちょっとグリーン系、そしてブラックの展開でございます。あとはモコモコが可愛いソロテックス仕様のポップコーンプルオーバー1780円、可愛いですね。あとはツイルウォームサロペット2500円。アゼプルオーバーのグレーは新色ですね。今日毎年人気の、これはちゃんとしたもうしっかりした厚手のニットっていう感じなんですけども、これもやっぱりね家でお洗濯でして型崩れしにくく、毛玉もできにくいです。本当にライトグレー素敵ですね。なんか切れ目で着られる感じもいいな。裏シャギレイヤープルオーバー1780円。あ、なるほど、すごいあったかそうだわ。お、あと防風ベロアの B3 タイプジャケット2500円。これもね、私実際この間1日着てみたんですけど、あったかくて良かったですね。あったかいんだけどもこもこしすぎじゃないから、すごい今の季節ぐらいに着ててもおかしくないし、すごいね。そうで、中はめっちゃボアです。でリバーシブルです。カラーがグレージュとこっちの、ブラウンと濃いめのブラウンとブラックの展開です。あとこちらが防風ベロアシャギの2900円ですね。ロングタイプのアウターも2900円、安い。そしてショートタイプは1900円です。あ、これは多分他のお店で入ってないですね。リバーシブル MA1 タイプブルゾン2900円。ポケットが異素材になってて可愛い、黒とカーキですね。すごい触り心地がいいな、あったかそう。そして今季はレディースのフェイクレザーのものね、たくさん出ております。フェイクレザーウォームジャケット2900円でございます。こういうのもね、すごい今の時期にほんとぴったりで着やすいよね。あんまりモコモコしたのってやっぱり、私ね結構暑がりだから電車の中暑くて脱ぎたくなるんだけど、あんまり分厚いとね着たく、あの持ち運びがめんどくさくなるんで、まさにフェイクレザーすごく着やすいんじゃないかな。あとはベロアのワンピース、あと私これも大好きです。今度ちょっと別動画で詳しくやりますが、フアテックのスウェードライクシャツ2300円がやっぱレディースならではの柔らかい色味と、あとねこれ、まあ、スウェードライクなんだけど、スウェードじゃ実際ないからお洗濯できると、あとこのね中がめちゃくちゃこのフアテックのふわふわしてる感じ、薄手なんだけどちゃんとあったかいっていうのもね、実用性もあってすごく好きです。
あとちょっと着物しているブラウスとスカート、あと V ネックのニットもまだあんまり入っている店舗が少ないかなと思います。サーバーリブオーバー V プルオーバー1500円です。薄手のニットですね、綺麗系のね、すごく着やすそう。カラーがホワイトとちょっとブルーっぽい、ラベンダーのようなブルーのようなカラーと、あとはモカのカラー、モカもいいですね。あとブラック、定番のブラックです。はい、あとこの辺はレインウェア系だったりシェルジャケットですねといったものもあり、あと実はねレディース用のあのスーツやスカートパンツもあったり、あときれいめ系のところでいうと、そうね、シーンレスオーバーステンコート2900円なんかも今の時期だと着やすいかもしれないですね。そして冬用のきれいめ系のアウターも新登場です。撥水フェイクウールジャケット2900円、これも多分新店以外だとまだちょっと入ってないかなと思うんですけども、こういうタイプもね出たというところで、しかも値段安いですよ、2900円で。裏アルミのねしっかりワークマンらしさもあります。あとはフアテックのシーンレスインサレーション2500円もねすごく着やすい軽い1枚ですね。はい、あと今季は本当にレディースのあったか下着も大充実というところで、新ホットするインナーシリーズです、ね、値段が本当に安くて、安いの780円から高くてもなんと980円です。で、暖かさレベル1でも薄手でスマートで、あの洋服にあんまり響かないタイプですねがあったり、今度暖かさレベルちょっとかなり温めなんですが、肌に触れる部分が綿 100% で肌に優しいよとか、であと保温レベルがもう一番高い、とにかくブロックフリースであったかいよっていうねタイプもいろいろございます。そしてもちろんカップ付きのタイプですね、ここにカップが付いているタイプもまさかの980円というねお安さですので、めちゃくちゃ安いですよねこのシリーズもね、いろいろとございますので、ぜひね、どうこういう下着もやっぱりなんかいろいろね、下着もね本当にお値段お安く買えるといいですよね。あとここは新呼吸するインナーの春夏バージョンのもね結構たくさん入ってるんですね。あとレディースもメリノウールのシリーズやメディヒールのタイプもございます。あと今季はねルームウェアがすごい可愛いんですよね。こういうねあの本当にトレーナーとパンツタイプもあれば、カーディガンとパンツのタイプも出ております。かわいい。はい、あとこちらも人気のデタッチャブルプードルファーアウターですね、2780円。モコモコした感じがねかわいい、ちょっと挑戦 したいアイテムになりますが、これも値段もねやっぱ2780円だとこういうのもね挑戦しやすい価格ですよね。はい、じゃあバッグ系も見ていきましょうか。子供用のねキッズ系のリュックも今季本当多くなってて、1780円ぐらいでね買えたりだとか、あとポーチですね、スマホポーチとかになるかなこれ。はい、あとキッズのミニショルダー1500円とかね、こういったものもあります。あとこれは大人用のバッグなんですが、やっぱりねこれまだ新店にしか入ってないと思うんですよ。防水トートのエコバッグ、 M サイズが880円、L サイズが980円なんですけど、見た目普通のなんていうの不織布みたいなね、よくこういうのラッピングとかで使うような感じなんですけど、実はこれが防水であると、すごくない？で、なんかこういう防水のバッグって今までワークマンとかでも出てたんだけど、どうしてもやっぱりビニール素材みたいな感じのだから重さがあったんだよね。で重さがあってちょっと硬いとかいうのもあったんだけど、これもうほんと不織布って感じだから、めちゃくちゃ柔らかいし薄いし軽いから、ちょっと今日行きは雨降ってないからバッグの中に入れていくけど、帰りちょっと雨降ってきたらこういうのに入れて荷物を持ち運ぶと、出ると濡れにくいっていうね。これもね L サイズとかだと本当に大きいから、ちょっとお子さんのね、保育園の朝荷物を持っていくとき、雨の日が降ってるときとかね、こういうのあると、あとお買い物のときとかねあるとすごく便利じゃないかなと思います。はい、あとリュック系ですね、これはやっぱり置いてある店舗置いてない店舗あるかな、クリフポケットフルオープンバッグ4900円。この辺がねすごいポコポコしたデザインもかっこいいし、もうほんと長方直方体っていうのかな、
でこれフルオープンでカバッと開く感じとかも人気のリュックですね。あとこの辺りが防水系のバッグたち。 あとこれも他の店舗入ってないですね。ミニキャリーポーチ980円。ここの取っ手に、中にねショルダーベルトが入ってるんで引っ掛けてもらうと斜め掛けとかもねできるっていうポーチになってます。あとこっちは斜め掛けできないタイプなんだけども、ミニサイズの小さいタイプは780円です。あとこれも限られた店舗でしかまだ入ってないですね。今期の防水シリーズの、新作のバッグです。ワークマンが本気で作ったバッグ、防水にとことんこだわった商品ですというところで、本当になんかすっきりしたデザイン、前はやっぱりちょっとアウトドアな感じのデザインだったんですが、ビジネスで使いやすいすっきりとしたデザインのね防水のリュックが6800円とか、あとは、スクエアトート2900円、あとはボディバッグが3900円となっています。この辺も入ってないよね。多分これも防水シリーズでございます。防水エクトジア防水リフレクトショルダーかな、1900円ね。ここがあと反射材ついてるんで夜道でもね光ったりするのがいいですね。あとはトートバッグが2300円とか、あとポーチとかねショルダーとかスマホポーチなどいろんなシリーズが防水で出ています。そして今度こちらは防水性と耐久性を追求したワークマンの本気というところで、アンブレテックスという種類になります。これ耐雪層ですね。耐雪層の中で切ってもカッターとかで切りつけても穴が開きにくいという傷がつきにくいというね、そういった種類になってます。でこちらがアンブレテックスグランドバックバッグ、価格が7800円でございます。なんかこういう持ち手のあたりとかもちょっとこれ用にちゃんと作ったって感じがするね。サイズ違いのリュックであるとか、あとこちらがボディバッグですね。ボディバッグなどなどいろんな種類もあります。あと隠れた名品で、実は折りたたみ傘も非常に便利なのでぜひぜひチェックを。はい、あとレディース向けのねバッグもワークマン女子限定っぽいやつでねたくさん入ってますね。コーデュロイのバッグであるとか、あとこれはねちょっとシャカシャカとした素材のドロスと広がる口折れショルダー1780円とかね。そして大人気のマザーズファザーズリュックもね、これ別にマザーズファザーズの方じゃなくてもポケットとか本当に機能がいろいろ充実してるんで万人に使ってもらいたいですね。3900円となっております。こうポケットが多かったり横にも入れるところがあったりね。あとは今期新作の、おこれね結構他の店だと売り切れ続出の、高撥水マルチシートインマザーズ 2way トートバッグ2900円で、これね本当に下に防水のシートが入ってたりするんでピクニックの時に使っていただけたりであるとか、あと本当にこれも何だろう、マザーズファザーズに限らず1泊2日のね旅行の時なんかにもすごく使いやすいバッグじゃないかなと思うので、ぜひ別にお子さんがいない方でも使っていただきたいねバッグですね。はい、あと今ガゼンシューズのコーナーは、展示を陳列中というところでさらっとにはなりますが、非常にね靴の種類も豊富に揃えております。レイン系のシューズからスニーカー系と幅広くありますので、シューズもぜひ見逃さずチェックを。はい、あとですねこういったニット系の帽子であるとかハンドウォーマーや、スヌードなどなど細かいねいろんな防寒系のグッズもたくさんありますので、フットウォーマーとかねレッグウォーマー、ヘアバンドなどなど、結構ね腹巻きとかもね580円で、しかも、このぐらい値段で普通他でも買えるじゃんと思いますが、遠赤外線が実はね入ってたりとかねするので、やっぱ機能こだわってるのがワークマンだったりするので、ぜひ小物系もねチェックしてもらえるといいかなと思います。そしてもちろんメンズのね防寒アイテム、ネックウォーマーや帽子系も幅広く揃えております。
はい、あとキッズの商品もかなり充実しておりますね。特に最近これうちの子に履かせてるんですが、シェフジョガーパンツのキッズモデル1280円のタイプ、これね、今までのやっぱクライミングパンツと違って今時のおしゃれ感出るのですごくねよく使ってますね。あとは女の子向けの、ベロアキャミワンピースとかね1500円、そしてレイン系の防水なんだけどふんわり中綿入ってるね、シンプルでね可愛いですよね。バズヒートストレッチのマシュマロフーディーキッズ2900円、雨の日にもねぴったりですね。で雨の日用のパンツも出ております。1500円ですので、ジャケットはもう今までのワークマンので買ってるからジャケットあるよって方はパンツだけねまた購入してもらうっていうのもありかなと思います。あとねこのプードルボアノの胸、ね、これも可愛いですよね。スカート、そしてこちらも親子コーデができてしまうデタッチャブルボアスタンドジャケットのキッズ2500円、これねベストにも袖が取れてベストにもなります。あとはやっぱり寒いからねこういう、ダウンも入っているジャケットもなんと2900円です。あとあんまりねうちの子はねモコモコしたの好まないんですけど、この薄手のフリース、これぐらい着るのがなんかちょうどいいみたいで、これはオルトテックサーマルフルジップフーディーキッズ980円です。あとねこれもね柔らかくてあったかそうだなと思ったのがシェルパフリースのリバーシブルベストキッズ1280円、すごく軽くて柔らかい生地で中はしっかりボアついてるんで、でベストタイプとこっちの、長袖の、ね、タイプもございます。到着しました。中は普通のビジネスホテルって感じですね。なんかウェディングもあるようなホテルとのことでした。まあまあごくごく普通でもなんか広いかもね少しね。米沢の街が見えます。ちょっと休憩してこのまますぐね上杉謙信を祀っているという上杉神社にね行ってきたいと思います。はい、というわけで今回は10月の24日にオープンする山形県のワークマン女子米沢店から、秋冬物のレポをお届けいたしました。やっぱりね新店だけあってまだ他の店舗に入ってないものいろいろありましたのでちょっと私もワクワクする、本当に店内レポになりました、でここにまだあるけど他の店舗入ってない商品も徐々に入荷はしていくと思いますのでぜひですねお近くのワークマン女子でチェックしてもらえると嬉しいです。
で私のチャンネルでは他にもですねワークマンの秋冬物の紹介や、いろんなね店内レポなどやっておりますのでぜひぜひそちらもチェックお願いいたします。あとはもう一つのチャンネルサリーのキャンプチャンネルではワークマンのねあのキャンプギアの紹介であるとかいろんなキャンプ場のレポもしておりますのでぜひそちらもチェックお願いいたします。今回の動画が良かったよという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネルサギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますのでぜひそちらもフォローよろしくお願いします。